じゃあ、マイクロソフトの問題です。マイクロソフトの入社試験の問題です。よいしょ。では問題こちらです。地球上で南へ 1km、 東へ 1km、 北へ 1km 進むと元の地点に戻る場所はどこでしょう。え、これシンプルにこれ、うんって思うよね。違うんだ。ちょっと待って、大丈夫、それでいいんですけど、ちょっと待ってですね、うん、あ、南へ 1km だからね、気をつけてね。南へ 1km だからね。あ、そうか、じゃあ違うか。これね、逆だね。うん、はい、これね。そうですね、はいはいはい。ちょっとあれだよね、頭越しやったら俺だって言いそうだよね俺を中心に地球は回っている。俺を中心に地球は回ってる俺だ。この場所、一つだけ答えを出しましょう。はい、正解は、まあ一つは北極ですよね。北極から南へ1キロ進んで、東に1キロ進んで、もう一回北に1キロ進んだら、まあ北極に戻りますよね。はい、なんですけど、北極とだけ答えた人はおそらく採用されないでしょう。なるほどね。おそらく採用されないですね。まだあるんです。北極だけじゃないんです。え、こういうことじゃなくて。いや、違います。あとはこっちだな。あとはこれだな。それで無理じゃない？なんで？ずれるじゃん。赤道上で南に1キロ行って、東に1キロ行って、北に1キロ行ったらずれちゃうよね。はい。地球上でってことか。地球上でです。北極点だけではないです。北極点だけではないんです。まだあるんです。この問題は北極点って答えた方は残念ながらちょっと採用ならずということですね。あるんですよ、これ。これまだあるというか、これ実は無限にあるんですよ。っていうか、あれ、地球が球体であるってことを考えたら、あ、それは地球は球体ですね。地球は球体で、あ、地球球体じゃなくてもいけるかな。球体じゃなくてもいける気がします。いけるかな。いや、球体っていうのはでもあった方がいいかな。うん、ないと無理でしょう。うん、その北極点ですら戻らなくなっちゃう、球体じゃなかったら。いや、北極点は戻るんじゃない。あ、戻るか、うん、北極点は戻るか。いや、多分これも戻ると思うけど。東へ1キロ、北へ1キロ。西に移動しなくてもいいってことだね。要するにね、南と北へは移動してるわけで。うん、南へ1キロ、東へ1キロ、北へ1キロ。西に戻らなくても東へ1キロ分がなくなるにはどうすればいいかって、ね、お、いい考え方ですね。火星でもまあできるんじゃないですかね。え、ちょっとドラえもんとか なし、ちょっと浮いてるとか。浮いてる、うん浮いてるとうまくいく？え、いや、だって地球が1キロ分自転する間、ふってこうなってたらさ、うん、その元の位置に戻りそうじゃん。なるほど、地球が回ってくれればってこと。うん、その南へ1キロ進んで、東へ1キロ進んで、北へ1キロ進んでから、ちょっとこうふってジャンプしていくと。え、こういうこと。あとは、あ、違います。違うんだ。違います。三角形の移動になってるもんね。あの北極点だったら、北に南に1キロ移動して、東に1キロ移動して、北に1キロ移動して戻るってことは。じゃあそろそろちょっとヒント出しましょうかね。北極点である理由はかなり分かりやすいと思うんですけど、ちょっと書きますか。無印すると、ちょっと書きました。はい、北極点はですね、まずてっぺんからスタートして南に1キロ進んで、東に1キロこう進んだとしても、北極点からの距離は変わらないですよね。横向きに移動してるから。なので、北に1キロ進めば元の位置に戻るわけです。この北極点からの距離は 1km のまま変わらないっていう性質が北極点だと起こるってことですね。はい。ただ、北極点以外にもあるんですよ。これが難しい。わかりました？あれ、経線とか緯線とかそういう線上ってこと？経線とか緯線とか、経度緯度の線、縦の北極と南極を結んでいる線の上とか。いや、なんかね、言葉でバンっているような場所ではない。あ、そうなんだ。こういう条件を満たすところって感じかな。分かりやすく図にしますね。はい、じゃあそろそろちょっと答え合わせいきましょうか。ね、重要なのは、今度はですね、
南極点に近い場所になります。まずうーんで南極点に、まあ、こういう場所が見えるかな。このトップが南極ですね。でこの南極からちょっとずつ下がっていくとどこかで一周ぐるりと 1km になる場所がありますよね。わかりますかね。この南極が今あってここから南極点を中心に半径 1km のライン上、そうそうそう、南極を中心に半径 1km のライン上の場所をまず用意しますね。ここ、うん、じゃあここから逆に北へ、どこでもいいんですけどここから北へ 1km の場所を用意するじゃないですか、うん、なるほどね。でするとここが正解になるんですよ。じゃあ実際にやってみるとこの場所から南へ 1km 行くとこの演習場に行きますよね、うん、ここ、うん、でその上でここで東へ 1km 行くとどうなるかっていうと円周ぐるりと 1km なんで、うん、地球をぐるっと回ってずるい元の場所に戻ってくるんですよずるい、うん、でその上でまた下に戻る、そう、その上でまた南 1km 進めば元の位置に戻りますよね。あ、それはずるいね。そういうことね。あ、ずるいね、数学的だねうわすごいね。そうこれあれだね、でもあれだね、なんか南極点以外でって入れたら面白いかもね。あ、そう、北極点以外でっていう風に。あ、でもそれでも北極点というかその 極地というか曲を意識させちゃうからダメなのか。二つ答えなさいとかでもいいのかもね。そうそうそう、二つ答えなさいとかでもいいかもしれないね。はい。で、この問題で重要なのはですね、これ 500m でもいいよね、別に 500m でも全然問題ないです。 1km である必要はないです。 1km の約数というかあれだよね、ま、戻ってくれればいいんだもんね。戻ってくれればいい。4万キロにならなければ大丈夫。え、4万キロに行かなければ、あの地球の赤道ぐらいまで行かなければ大丈夫。なるほどね。はい、でですね、これ重要なのはあのどうやって消すかなんですよね、距離を。だって普通に考えて南へ 1km 行って東へ 1km 行って北へ 1km 進んだら元の位置に戻るわけないじゃないですか。確かに。っていうことは何かを消さなきゃいけないんですよ、うん、ってなった時さっきの、北極点っていう答えは何をしたかっていうと、横方向が関係なくなるように戻る場所を極端な場所にしたんですよ、うんうんうん、北極点にすればまあその左右、そのそれこそ経度緯度みたいな話が消えちゃうじゃないですか、うんうん、トップだから。だから戻ってずらしても元の位置に戻ってくれたわけです。なるほどね。で俺が多分それ思いつかなかったのは足りないその分の距離をどうやって補うかを俺は考えたんだけど逆だったわけだ、うん、その一個その余計に動いた分の距離を消さないといけないからそれが多分違ったんだね。そうそうそう。普通に考えたら南へ 1km 進んで北へ 1km 進めば元に戻れるんですよね。これ絶対そう、うん、だって南に 1km、北に 1km ってしたら同じだけ戻ってきてるから、うん、ただ東 1km っていうのがミソなんですよ ね、 なるほどね。東 1km 進んだら普通は場所が変わっちゃうわけです、うん、でしたら北に行っても戻れるわけがないってなるんですけどその東 1km 進んだ結果元の時間、元の場所に戻れたらっていうのがこの問題の難しい方の答えの考え方ですね、うん、つまり東 1km 進んだ結果全く同じ場所に戻れる ところはどこかって考えると地球のこの南極からちょっと離れたところにちょうど円周が 1km になる場所を用意できればいいと。これで円周 1km の場所があればここで 1km 東へ進めば元の場所に戻ってこれますよね。だって円周だから。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。